始めようケアネット。実はケアネットには溜まっていくものがもう一つあるんです。それがポイント。今回はポイントの仕組みを解説しましょう。題して少々大げさでしたね。ポイントはアンケートやリサーチに参加することで溜まっていくものなんです。例えばここ、クリックすると実施中のアンケートが表示されます。その中から選んで記入していくことでポイントが貯まるんです。そして貯まったポイントはギフト券や電子マネーなどに交換できます。例えばアマゾンギフト券の場合、1ポイント1円で交換可能です。交換できるポイントサービスは今後さらに増えていく予定。書籍を購入したり、コンビニのお買い物に使ったり、使い道は皆さん次第だわん。さらに提携サービスにも利用 OK。 ケアネット TV で医学動画を見たり、医書 JP で医学書を購入したりできるんです。多くの先生がリサーチに参加することで医療の発展につながります。お得なポイントも貯められるので、ぜひご活用ください。